新藤辰巳のゴミラジオ。ティアンデイ、ティアンデイ、新藤辰巳のゴミラジオでーす。はい、まあ、あの M1 グランプリ、まあ、今まさにやっておりますけどね、まあ、今はね、いつ行くかと期待されて金属バットがついに準決勝進出ということで、まあ、決勝行くんじゃないか。むしろそのもう審査員側もう応援したくなってくるぐらいになってんじゃないかと勝手に推測しておりますけども、まあ、あの金属バットといえばね、割とライブに対してのストイックですごい活動的がゆえに、東京でも結構呼ばれて出て、あの吉本に怒られるみたいなのがあるぐらいのお笑い好きだから、すごく嬉しいよね。まあ、だってね、しょっちゅう一緒になったりもして、割とそうその大阪の人ってあんま交流ないじゃないですか。そうだね、ロバットさんはね、ちょいちょい来るから、うん、そう飲んだこともあるし、で、ね、いろんなところに呼ばれるよね。うん、渋谷ロフト9とかすぐ完売するらしいじゃないですか。だからまあコアなファンの人が多いんでしょうね。ね、あの人は、うん、いやーね、あのまあ決勝行ったらひょっとしたらアイドル人気なんじゃないかとか、まあ、全然あるんじゃないですかね、うん。金属バットのアイドル人気はすごいね。ちょっと見てみたいななんて思いますけどね。全然あるでしょう。ね、やっぱりネタの内容が割とコアでさ、いろいろお笑いライブを見てきた人の次に行く段階の漫才をしてるイメージが僕あるんですけども、うん、そんなネタを中高生が面白い面白いなんつって、多分おそらく別の構図のとこで面白があるとは思うんですけど、それで追っかけて出待ちをするっていう絵とか見たいよね。いやーそうだね。したらまたお笑いもまたなんか、それをきっかけになんか面白くなっていかないかななんて。あそうだね。うん。もちろん和牛の人気もそのまま引き続きあった上で、金属バットもまた別の和牛を応援してない層をガッと掴んだら、うん、その倍のなんかお笑い人気みたいな、なればいいかなというのがあるから、ちょっと応援したいですね。一番応援している、一番準決勝に行った25組いる中でも、ああやはり期待してしまうのは金属バット。なるほど。ですか、やっぱりちょっと見てみましょうか。25組、うん、そうですよ、もうそこですよ。25組一番応援するのは、確かにあの人なんてね、日本人だから、うん、あのまんべんなく差し支えなくみんな応援したりするじゃないですか。はいはいはい。ゴミラジオはそんなことない。人を傷つけても自分の主張を通したい。これがゴミラジオ。それ正しいことです。まずじゃあ新藤辰巳応援してる順番順位つけていきましょうか。そうそうそうね、応援してる順番言ってくん。あでもやっぱなんでそんなこと言ってくん。一番金属バットかな。バット見た時にやっぱこう、うん、バーンって入ってくるのが。入ってる。でやっぱ。ああここまで来たらっていう意味で言ったら、うん、2位トム・ブラウンになるかな、うん、あの、まあまあまあ、正直そんな応援してはないんですよ、うん、なんだろう、ここまでお客さんが盛り上がるなら見てみたいと、うん、どうなるんだトム・ブラウンと、うん、で今やっぱり大阪、昔前言いましたね、大阪あの芸人がブームになるんじゃないかみたいな、うん、まさに今それ来てますから、ちょっと前も言ってたよそれでしょ、大阪は大阪だって、大阪大阪っつってて、本当に大阪多くて、なんだったらネットニュースなどで、うん、ひいきじゃないのか、うん、なんてね、東京芸人が準決勝少なすぎるとか、うん、でまあ今年は多分収録生放送の問題でおそらく25組に減っただと思うんです、準決勝は。前回30組だった5組、そうだよね、放送時間の問題でおそらく、でその中でもさらに少なく入る間口が狭くなったのに、東京あの芸人が少なくなったみたいのを、まあ、どっかの記者なのか芸人の声を聞いてそれ反映してるのかもしれないけど、バカ野郎と、大阪にのが面白いんだ今、東京のが面白くないんだっていうのをね俺は言いたいですよ。バカ野郎って言いました。バカ野郎それはまずね、東京の芸人が言っときますよ。意外に初めて聞きました、バカ野郎、新藤さんの口から。バカ野郎意外に発音うまいな。江戸っ子でしたね。冗談じゃないよ、ほんとに。ただ、数字で言うな、数字で。手やんでも言うし、もう江戸っ子じゃないですか、言う。出会わないバカ野郎、うん。今だからもう大阪のレベルが単純に高いので。そんなんじゃないと。うん。いい気なんかじゃない。東京応援するんだったら、東京の芸人が多くなる時期を願う。っていう行動に出てください。そんな別ね、イカさんはしてないと思いますよ。
何組ですか？東京が確かにすごく少なかったですね。4、5組じゃないですかね。あと東京ホテイソンと。東京だからその吉本入れちゃったらマジカルラブリーとかいますけどね。あ、そっか。うん。だから、他、他事務所。他事務所で東京。他事務所だったら、トム・ブラウンと、三四郎さんですかね。三四郎と、ウエストランド、さらば青春の光、東京ホテイソンですよ。うん。が、そうです。うん、なので、まあ、外のね、芸人を応援したいじゃないですか。うん、うん、やっぱね。で、僕らがもう、お笑い活動してるから、外の応援、深層心理であるんですよ。応援して、絶対に。あるある。それは進行もある。それは、その、環境と、うん、その、今のお笑いをいろいろ見てきた中で、大阪がレベルが高いっていうのを割り出してるだけで、本当は東京の方が活躍してほしいの。ありますよ、それは、うん。なのに、1位に俺は金属バットを出してるっていうのが、まさにそういうことで。うん、だからやっぱりね、この中で、例えばじゃあ東京、三四郎、東京ホテイソン、うん、さらば青春の光、うん、ウエストランド、うん。ウエストランド。この4組ですか？ウエストランドさんもそうだ。そう、ウエストランドさん。ね。ようやくっていう感じですよね。あ、だとトム・ブラウンの5組か。うん、で、こう、だから、トム・ブラウンだけ異色だから、うん、異色というか、なんか、楽しみ、まあまあ、これ。まあ、それはわかります、うん。なんかね。ここは、活躍してるって、うん、まあ、見てるから、うん、あの、行ったら行ったで俺は嬉しいと思うんだけど、うん、あの、応援するとかはないな。あの、三四郎が、まあ、あの、決勝行く、全然すげえなって思うし、見たいし、とは思うんだけど、うん、その別に、だから、売れてるかどうこうとかじゃなくて、もういっぱい見てるから、うん、そのマニアとして、うん、あの、うわ、そんな切り口で来るか、もうあるかもしれませんが、うん、まあ、相対的に、うん、まあ言っても三四郎だから、うん、三四郎は三四郎っていう、うんうん。ので、まあ、その、ちょっと スリル感ですよね。スリル感、うん。そう、万引きした時のようなドキドキ感です、うん。そういう主婦もいるじゃないですか。まあまあ、います。刺激が欲しくて。万引きなんですね、じゃあ。万引き。トム・ブラウンは万引き。絶対結論違う。結論間違えてんだろう、ね。だから、まあまあ、スリル、なんか、ね。準決勝に上がった時のファン、うん、あの、みんなちょっとドキドキしたと思うんですよ。はいはい。刺激を感じたと思う。うん、感じた感じた。これ万引きと一緒です、だから、やっぱり。はいはい。あの、真相人で、え、これ上がっていいのかなとか、え、これ行っちゃうんじゃないのとか、え、トム・ブラウン入ってんだ、すげえみたいな、会場の受けがすごい、ね、あんな受け方ももう万引きと一緒だよね、こんな受けてていいのかみたいな、トム・ブラウンだよ、阿佐ヶ谷アートスペースプロットとかでネタをかけてたような人が、ね、いいのかみたいな、平気でチンコ出すようなやつ、平気でチンコ出すような人ですね、それがもう、この、敷居の一番高いと言われている M1 グランプリで今そうですよ、すごいハマってると、あんなに風俗行くのに、あんなに風俗、舞台の数より風俗の数のベッドにの上に乗る方が多いなんだよ。俺は知らんけどね。なのに、うん、そうだからその刺激たるもので、うん、やっぱその行ってほしいな、見たいなっていうなんですよね、すごいありますよね、うん、っていうのがありますよ。なんかそれはみんなの、うん、東京の吉本街の芸人の総意で、うん、そういう思いはある。で、理屈上で言うと、なぜじゃあ、トム・ブラウンじゃなくて金属バットなのか。うん、っていうとこで言うと、やっぱりネタをやってる、あの、キャパが広いとこで勝負してるから。うん、あの、パッケージにしてないんですよ、そこまで。あの人たちの言い回しとスタイルの漫才なんですよ、あの人たちって。うんだから、いろんな議題で勝負できるし、あの人たちが次どういう発想の議題で漫才するのかっていうのが楽しみで見たくなるっていう意味では、継続的に、ここ来年、再来年、その次とか、うん、でも見れるし、うん、どんどんお客さん増えていくこともあるかもしれないっていう、この長期的な見方もできるし、その平場の立ち回りの独創性というか、あのそういうのでいろんな人絡んでるのを見たいっていう、ね、審査員の人が何て言うかと気になりますよね、うん、金属バットを見て俺は高いと思うんですよ、うんまあ、ネタにもよるとは思うけど、うん、そんなに悪くないと思う。だからそういう絵を衝撃的絵目を見たい、うん、でトム・ブラウンはトム・ブラウンでもうそのやり方がちょっと固定してるから、うん、それでこそ今それが見たいって人すごい多い、うん、だからでもいっぱい見れないから、うん、あのネタってうん、そうだね。うん。だから長期的、次何やるのかなっていう期待はできるけど。そうそうで、タレントになっちゃうのかな、どうなんのかなっていう。うんうんうん、
でも待ってましたっていうのが今あるから、もう、あれでいいとは思うんですけど、そういう意味で、その広いところで勝負してるのが、金属バットだから、それが1位で、だからそういう意味では2位がトンブランかなっていう。なるほどね。うん。そうか。で、他の大阪の人とか見てて、なんか気になる人とかいます？あ、大阪はね、大阪多いですからね。大阪、あれ、順々のはなんか、今、ギャオで配信されてるけど、見たんですか？見てない。まだ3回戦見てる、俺。いや、見なさいよ、ギャオ。いや、3回戦見てる、今。終わんないの、3回戦が。もうちょっとで終わる。全員見てるから、俺、3回戦。あ、そうか。全員見てるから。ああ、そうなんだ。うん。だから、まあね、ダンベラムーチョなんてのもね、面白いですからね。あ、はいはい、ダンベラムーチョさん、ね。東京地元ですか？面白いですね。まあ、キャラクター、おっさんっていうキャラクターあるじゃないですか。あれはもう、2年前のものですけども、その時に初めて出てきて、おすげえなーって言って、それが上がりきらずに、昨年別の形ちょっとやって、今年ある、それのキャラクターをもうちょっと作り込んで勝負したら、ものすごいハマったっていう形。で、ダンベラブーチョなんか特にその有利なのが、まだ名前を知られてないから、多分動画再生数がそこまで伸びてないと、俺は思ってるんですよ。うん、っていうことはどういうことかって言ったら、3回戦から順々、順々から順に行った時のネタバレが少ないかなって思うんですよ。うんうんうん、耳に残らないじゃないですか、ダンベラブーチョって意外と。うんうんうん、だから、そこら辺は、その、バーって名前並んでると、なんかちょっと流しちゃうから、ね。そうそうそう。だからそこら辺は、その、渾身のネタをやっても意外と次で通用するのかなっていうのが3回戦順々のネタのボケの同じところでもちゃんと受けてるのってで証明されてるかなって思うんですよね。これまあまあ、あとは、まあ、トム・ブラウンもネタ変えてきてますからさすがに印象に残りすぎちゃうんで、うん、でこれとは別に言ったら漫画家さんね、で3回戦のネタをちょっと長くして順々でやったけど、うん、やっぱ見てる人多すぎるため如実に受けてないよね。あれネタバレしてましたね、うん、あれ全然受けてないし、そうですね、やっぱもうやっぱネタバレありますね。ネタバレやめてちゃうと、そうですね、それはあれ完全にありますね。そう、まあでもすごいね、順々までいくって。いやすごいんだけどね、多分今までの歴史の中で、あーでもどうか歴史の中でかな、準々っていうの自体が、おそらくできたのは結構最近だと思うんですよ。M1 グランプリ準々決勝っていうのがね。だからそんな昔まで遡れないけど、おそらく準々の中では多分、一番漫才下手だと思うんですよね。漫画家さん。おそらく。まあ、その技術的なことですか。技術的な。まあまあ。それうまい下手っていうのもあれですけどね。なんか、下手馬でもないじゃないですか。うん、下手じゃないですか。うん、そんなことです。あれあれ、そんな恩に同意するわけですそれはでもそりゃそうですよ、普段から。だそうだよ、そうだよ、そうだから、そうだから、なんで片く口をつむって。いや、これは別にそこはちょっと言わないあんたと話してるから俺共犯みたいになるのかよ俺は、あんたが別になんか坂上が言ってるわけじゃないよ。僕は、僕はというか、じゃあ本人が俺はうまいよって言ったらふざけんなと思うよね。そう。そして思うでしょ、本人が俺は漫才うまいよと思ったらふざけんなって思うでしょ、それだったら。いや、思わないっすね。確かに。いや、そこは、だってもうだってプロと同じ肩並べてんだから、そこは、あのね、これはいろいろな、まあ、角度の考え方あると思いますけど、このはっきり言えるようになったってことは、もうこれはもう漫才師として面白くて、君臨してるから言えるんですよ。本当にどうしようもなかったら言えないの。ただ傷つけて、こっちが悪者になるし、自分より地位の高いところをディスることによって、なんか、なんだこいつ、痛えやつじゃないかってただなるけど、もう順々まで言ってるんだから、もう、ちゃんとその商品価値の高い漫才をやってたわけじゃないですか。それでもご本人が一番わかってると思いますよ。それはやっぱそう、芸人さん。いや、本人もわかってるかもしれないけど、ろくでなしブルースとか過去 M1 書いてたとか言ってるのもあり、周りがやっぱ言えないじゃないですか。漫才が下手なことに。ね。漫才が下手なこと言えない。なんで俺、絶対同意しねえから、ね。何なんだよ、それ。3回戦落ちのやつが。みんな
だろうが、言えるものか、そんなもの。でも、あれよりはうまいです。あんなん。なんだろう、でも、如実にちょっとやっぱ、何回もやってる人と違って、叩き方とかがさ、うん、やっぱなんか、ちょっと、なんかさ、ツッコミの方の感じとかの方が、なんか、その、わかりやすくないですか、やっぱ。え、どういうことどういうことどういうこと、なんか、叩いたりするじゃないですか。叩いたりするけど、それがなんか、その、ま、いわゆる漫才のパンっていう叩き方と違うから、うんうん、なんか、ああいうとこで、その、いわゆるずっと芸人さんの人じゃないんだっていう感じ、ね。ツッコミで、森田さんじゃない方。森田さんじゃない方。ない方のツッコミが何、何だから、言ってねえこいつが、こいつの方が何いやいやいや、はい、いやとかが、やっぱ、そんなに慣れてない感じはあるじゃないですか、どうしても。とかあの人が何者かよくわかんないしね。で、漫画家の。漫画家の、なんか大喜利、ガンガンで大喜利の漫画を描いてましたって自己紹介してましたからね。うん、ああ、そうなんだ。まあ、ちゃんと、その、ちゃんとしたらもちろん漫画家の人なんですけど。プチヒット。いや、プチヒットとか、なんなんだっけ、さっきから。いや、だから、勘違いじゃないですか、ただ悪口を言いたいけど、じゃあ、お笑いってそういうもんだよって話だ、はいはい、そう、短所を長所に変えるのがお笑いでしょ。漫画家とかもう文化人で、うん、もうその先生だから、そう、先生。そっちの世界に行ったらもうそんな言えないですよ。もちろん。お笑いの時に、ところに降りてきたわけじゃないですか。うん、言ってしまえば。うん、ね、うん。だから、それは言っていいんですよ。うん、だって1位、その舞台に立てる時は芸人なわけですよ、もう言ってしまえば。もちろんそうです。だから、それも広げてあげるのが、僕らの優しさであり、やっぱ、兄さんとしての。僕らって言うな。僕だから。お前の。いや、俺関係ないから。お前だけの。なんで俺だけなんだ。ね。あんなに受けてて、ね。すごかったね。逆にその不慣れなところすら鮮度になって、お客さん喜んでたと思うんですよ。あ、まあそうね。うん。細かいとこ行ったら、うん、漫画家の森田さんこうやってバーンって叩くのも、うんうんうん、帽子をねこうちょっとヒヤヒヤしましたよ、うん、したとしていると思うんですよ。あれもっと面白いやり方だったんじゃないかなとか思うじゃないですか。なんかちょっと音がちょっと強すぎてちょっとヒヤッとするじゃないですか。もう音は確かに大きい音が大きい、ね、だから難しいよね、ああいう描写とか起こる、うん、だからいろいろ挑戦したんで4分とか3分とかあんな難しいっすよね、うん、漫才でさ怒るかがここで帽子を叩きつけるくだりを自分で入れたとして、うん、すごいそう、いや、うまい人すごいうまくやりますけど、うん、いやでも、ね、漫画家の中ではトップレベルうまいと思うよ。うまい結局トップレベル順序前いってるから。そう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 だね、うん、確かにね。あれも俺は、うん、いやもう俺は文句言えないんですよ。向こうの方が上に行ってるし、結局じゃあどういうことか、向こうの方が面白い漫才やってたってことなんで。そうそうそう。でも、あの負け犬の遠吠えでちょっと言わせていただきます。負け犬の遠吠えね、うん、ツイッターの数俺5000人もいるんだぞって言って、うんうんうん、井上さんかな、はい、スラムダンク、はい、あの人何人いて42万、うん、俺ツイッターの数でもうそこに行くのを読めましたけどね。ああ、って言うよね、君はね。言ってない。俺は読めなかったですね。5000人って別にそもそも多くないしね、そんなにね。いやいや、別にそれいいです。そんなことあるですよ、首筋とこう。あ、こういうボケ来るなで。いや、それは芸人のさ、M1 グランプリで数字ボケで、そこよくやってきたなって思う、ね。それはもう、遠吠えも遠吠えですよ。数字なんて笑えないよ、なかなか。しかも、最初の構図でオチ読めたんだからって。え、もうそれ、遠吠え、遠吠えだから。その、なんだろう、違う国からやってきた挑戦者だから、うん、みんな面白がっちゃってね、全部が、こうもね。で、まあ、それ、まあ、リアルですからね、またね。知ってるし、井上武彦さんもね。井上さんもリアル書いてますからね、井上さん。まあ、間違いやすいですけどね、うん、それもね。うん、そうね。で、あ、だから、よかった。その、自分が B 級漫画家っていうタイトルでしょ、おそらく。言っちゃえば。タイトルつけるなら。言うつけるならば、うん、私は、ルクダーシブルースとか、ベシャリ暮らし。書いて、まあ、ある程度の方に読んでいただきましたけど、まあ、全国区までに、いや、言ってません。言っても誰でも知ってるわけじゃない。でも、まあまあ知られてます。そうだね、でも、胸張ってやってます。っていうのを、振りに、井上さんとか、小田井一郎さんを振りに、愚痴るっていう、うん、その、芸人の、その、妬みみたいなところをちゃんと表現した漫才っていうので、それがすごい理解しやすかったんじゃないですか、あれでも。自虐ネタ、ね。自虐の構図がわかりやすかった。いや、わかりやすいし。ね、うん、すごいでしょ、うん、すごいですよ。
いやだから何をさっきからもいろいろ言ってるのかなと思って。だから下手くそだなって下手とか上手いとかあるのはまあ分かんないっすな、それは、うん、別に上手くないっすからね、漫才なんか。え？僕らだって漫才なんか。いや、上手くないっすでしょ、全然上手くない。いや、僕らが上手いとか、うん、別にあなたコント師だし、うん、僕が上手いって言ってるわけじゃない、うん、ただ下手だって何なの人のことをただ言ってるだけですよ。ただ言ってるだけ。俺なんか全然上手くないもん。うん、本当にだって下手だって言われてるし思われてると思うし、うんうん、この下手な僕が下手だって思うっていうことは、うん、もう目も当てるいや、そんなことでは目当てられない人人事部に行けねえで。いや、すごくあったから。いや、すごいです。そこもだから本当万引き感あったよね、刺激としては。あ、まあでもスリルはあったかもしれない、うん、ちょっとやっぱちょっと心配じゃないですか。うん、ね、どうやどうなだから下手したら準決勝行くのかとか、で、ギャオでワイルドカードで準々から準決勝に一組上がるわけでしょ、うん、まだ 今現在は決まってないですけど、うん、その時に視聴者数で言ったらそのやっぱりみんな見ちゃうから、うん、上がっちゃうんじゃないかと思ったけど、あ、そっか、ツイッター5000人ぐらいしかいないのか全然戦力ないんだと思って、普通に落ちるわと思ったの。ヤグーニュースとかにはなってるから、ね。だって毎回。でも見応えある、見ちゃうもん。ヤグーニュース。見ちゃうけど、まあ言っても何書かれてんのかなって。うん。その、やっぱ、お笑いの若手の、うん、やっぱ、有望株の人の方が高いでしょ、普通に見る数はね。うん、そうね。そこ比べてみても。今だったら4000同士が1位らしいですからね。あ、そうなんですか。温泉と、シーン、そうね。うん、あ、そうか、まあ、そんな、ちょっと長くなっちゃったから、ね、一回切ろうかな、はい。ということで、金属バットの話だったね。そうだよ、なんで急に。なんで、いろんなとこ行って。金属バットをもっと褒めたかったのにさ、ほんと、雑魚の話を。いや、してねえわ。え？してねえわ。してねえわ。何が？雑魚って。さすがに自分でも言い過ぎたって感じだろうわ。いや、俺はね、だから逆に言ったらライバルとして見てるってことですよ。なるほど。評価してどうするの？でも、自分が負けないように頑張るってのがお笑い活動なのに、いやー、森田さんすごいっすねっておかしいでしょ。それは確かにそう、そうだそうだ。うん、なるほど。で、多分テレビ出れるしね、もうすでにね。でももう漫才やらないんじゃないですか。そう。でも、見納めだみたいなの見ました。明日、なんかね、それこそ、うん、太田プロライブに、うん呼ばれてるんです。月わらですっけ。なんか呼ばれてて、ゲストで漫画家さん。でも、それを見納めで漫才って言ってましたよ。あ、わかる。来年ひょっとしたら出るみたいなのあるのかもしれない。わかんないですけど、とりあえず、今のこの、でも、お仕事もありますから、もちろん。お二人とも漫画家なんで、もう、とりあえず漫才は、今回見納めっていう感じです。あ、そう。それで。月わら出れんだ。そう。座られてるのはすごいですよね。キャパ500の劇場で、なかなか、俺もまだそっちに新しい劇場なんて行ってないんだよ。もともとは安田生命ホールで300のキャパでやって、そこもすごかったんだけど。うん、すげえな、うん、まあじゃあ、さぞかし大盛り上がりでしょうね。そりゃ盛り上がりますよ。そりゃ盛り上がるでしょ、今は。ね、いやー、いいですね。もういくつですか、あの人も。50ぐらい？いくつなんでしょうね。50は過ぎてるでしょ、それは。出なしブルースさんだってそうだよ。俺、小学校の時ですからね。ねえ。だから、デビューも早いんだろうね。うん。うんうんうん。で、何気にさ、森田正則先生が、その、チラシとかさ、M1 の絵描いて、まあ、漫才でも言ってたけど、あの回って保存したしね。あ、ちょっと1枚多く。保存用に1枚。欲しいもんね。欲しい。結局。だからそのやっぱ漫画家としてはやっぱそうなっちゃいますよ。みんな結構好きですから、男なんて、そうだね、みんな好きだよね。喧嘩ばっかしてる漫画好きですからね。喧嘩とりあえず喧嘩しとこうみたいな、まあね、喧嘩もしたことないくせにね、喧嘩もしたことないくせに AV みたいなもんでしょ、だってとりあえずやっとけやろ。本当だよ。少年版 AV みたいな。いや、全然違う。それが独年寺ブルース。それの先駆者ですからね、不良漫画って言ったらね。先駆者でもないか、でもそうですよ、昔からあるか、まあね、まあビーバップハイスクールとか。ビーバップハイスクールもあれば、ぶっ込みのタク、カメレオンなんてもあったりとかね。今日から俺はとか。今日から俺は。今ドラマ化してる、ね。そこに並びますからね。全然もう余裕で撮れますよ。本当に。まあでもルーキーズもヒットして。ルーキーズもすごかったですね。まあベサリグラスが大好きですよね。やっぱディティールがすごいしっかりしてるから。うん、ベサリグラス俺ちゃんと読んでないんだよな。めちゃくちゃ面白いよ、やっぱり。ノクダスブルースは全巻持ってる。
あ、そう。実家に。うん。まあ、俺も一回集めたなぁ。どっか行っちゃったけど。あれはいいですね。うん。ブルーハーツとか俺好きだったからさ。あれ、キャラクターでブルーハーツ。ああ、はい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 。後輩の1年生。ああいうのとかもすごい。ああ。楽しかったなぁ。なるほど、なるほどね。もう、6ブルの思い出。6ブルの思い出になっちゃったんですか。金属バットから。金属バットから。ねぇ、ね。うん。そういう、ツーマンやってほしいですね。ああ。もはやね。ツーマン、うん、金属バットと漫画家のツーマン。いや、勝手にここで話題出たやつ、なんでツーマンやっていいけど、その二組じゃないんじゃないよくわかんない。三本ですね、大体。その組み合わせよくわかんないしな。いや、よくわかんないのが面白いんですよ。まあ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 。予測できたらいい、ダメっすよ。金属バットと漫画家の。漫画家の。ツーマン。ツーマン。あの、大喜利も好きですからね。うん。森田さんはね。はいはいはい。で、相方の方は大喜利ボタン強いんでしょ。なんかそういうのもやってたんで、いいじゃないですか。ああ、そうね。大喜利ライブとかやってますからね。うん、まあ、受けてますよ。ぐらい出たことあるけど。そうだ、ね、出たことで、偶然僕が出てるライブに、あの、森田さん先生も出てたことあったけど。そうなんだ、うん。やっぱその漫画の、その、漫画の画での答え出したりとかしたら受けます、うん、振りが効いてるからね。そうか。それは武器ですからね。うん、武器としての。そうですね、でもすごい。まあそこを使わなくなったらもう本物ですけどね。それは使うでしょう。そこをね、使わないで、その設定だけで勝負するんだったら、もういよいよ、あ、これはとんでもないなって、周りの芸人はみんな思いますよ。どうしようもないですよ、ね。もしも、俺もっと芸人として評価されたいって、下向きに思ってるようであれば、僕はこのアイディアをあなたに差し上げましょう。あなたがいいですね。俺行けねえよ。一人で参加しちゃう。声小さくなってと俺になすりつけてなんだよ。知らないよ。いいか。長いから、はい、もう。あ、わかりました。止めてください。ということでございました。以上、新聞のおめでとうでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。